回のテーマはもう私好きなものを食べていいよっていう風に言われたと受け取ってます。牛重寺岡さんです。野沢氏です。美味しそう。もうなんかすごいですね。明治37年創業の老舗のお肉屋さんですって。もう推しになるだろう、間違いなしのお店なので。お店の前に着いた瞬間急に雨降ってきたんですよ。でも私負けません。だってお肉があるもの来ました。牛重寺岡。店内すごく綺麗ですよ。あ、こちらテーブル席がありますね。で、廊下を進むと、あ、皆さんお揃いで、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。すんごいんですよ。松竹梅で牛重あるんですけど、これ何、ひつまぶしならぬ牛まぶしだって。きたー、オープン。うわ、もう言葉がない。これはもうこのまま持って帰ってもいいですか？ぜひ。もったいないけど、なんかもうお肉の花畑みたいになってるんですよ。たまんないですね。もう、いただきます。どういうことこれ。同士のとろける油がローストビーフになることでギュッとこう凝縮されて、口に入れて一気にこう溶け出す感じなんですよ。このね、タレも寺岡さんの秘伝のすき焼きのタレをベースに、それをソースにっていうことだったんですけど、やっぱりね、お肉のことをよく分かってる方が作ってるタレだからこそ、もう相性のいいタレなんですよ。刻みわさびだから、ほんとこうシャキッとした食感もプラスされて、小鉢にはこう季節のお野菜を使ったお料理がもうその日その日で、ちょっとこうお肉の合間にいただくのにすごくこう程よい甘みがあって、最後はだしでいただきますよ。この黄金色のだしが今注がれました。すべての油をさっぱりとしてくれて、かつ優しさで包み込んでくれるお出汁、このそぼろの油もこう染み出ているので、違うお肉の旨味が段階を踏んでこう襲ってくる感じ。お肉のこの老舗だからこその味わいですよね。お腹いっぱいでちょっと動けないかも。あ、最高。